メラビアンの法則というのをご紹介しようと思うんですが、矛盾した時にどれが優先されるか、言語内容に音声声色や身体表情を合わせていかないといけないっていうことなんですよね。高社長のチーム D 大学。矛盾せずに合わせて使えてる人が少ないということなんです。例えば営業マンなんですけども、これ住宅の営業マンはですね、売れる人と売れない人ってすごく差がある世界なんですよね。売れない人はゼロ件なわけですね。そんな中で売れる人の違いは何かっていうと、やっぱり話してる内容はいいんですけども、その人の音声声色とか身体表情、これをですね徹底的に学ばせるとめちゃくちゃ契約率が伸びるんですよ。営業で成果を上げたいと思ったら、上がってる人の真似をする、その真似をするポイントが言語内容に偏っていないかっていうことなんですよね。売れる人の喋ってること、言ってる内容、これをですね低暴行使用してもう売れるようにならないんですよ。その人の間の取り方とか声色とか表情とか、ちょっと困った顔するとか嬉しそうにするとか、そういったところの影響が大きいっていうことなんですよね。トークをパクるだけ、内容をパクるだけだったら 7% しか完了しないっていうことなんですよね。接客業でもそうじゃないですか。新人が働き始めて接客しながらですね、メニュー説明とかを覚えるとしますよね。その時に音声声色とか身体表情までトレーニングしているかなんですよね。マニュアルがあってメニュー説明こうやってやるんですよ、名物料理はこうでっていう言い方を説明する。でもこれが棒読みであったら伝わんないですよね。このメラビアンの法則見てみますとですね、例えば実際に会って話すのと電話で話すのだったら、会って話す方が伝わりやすい理由ってのも分かりますよね。電話っていうのは身体表情の情報がない状態でコミュニケーションを取るわけですよね。なのでテレコミュニケーターとか電話でですねアポイントメントを取るっていう時には、音声で感情表現するスキルが非常に重要になるんですよね。笑う声と書いてエゴ声と言ったりするんですが、声に表情をつける、これも一つの技術なんですよね。お電話ありがとうございますみたいなですね、そんな風な言い方だと全然伝わんないんですよね。音声声色のトレーニング、電話を使うお仕事にとっては非常に重要なスキルなんですよね。さらに言うとメールっていうのは身体表情だけじゃなく音声情報もないっていうですね、こういうコミュニケーションツールなんですよね。なので結構メールがぶっきらぼうとか伝わらないっていうことありますよね。文字情報だけで感情が伝わる、この文章力っていうのは非常に高いものが求められるんですよね。そういう意味で言うと、日本のメール文化で顔文字とか LINE のスタンプとか、あれってですね文字情報の世界に身体表情に近いものを持ち込んだ、まあ、そういうコミュニケーションツールだと思うんですよね。なのでメール、電話、実際に会う、このコミュニケーション手段によって伝わりやすさが変わってくるって要素があるんですが、いずれにしてもこの言語内容と音声声色、そして身体表情は組み合わせるっていうことが非常に重要なんですね。さあでは今回の学びをどう生かすかっていうことなんですが、3点お伝えしたいと思います。一つ目は、トークが上手い人の音声声色身体表情を真似しようっていうことなんですが、このメラビアンの法則はですね、真似をするときに一番いいんですよね。まずその人の言語内容を真似します。その上で音声声色を真似していく。最後に身体表情を真似していく。どうしたらトークが上手くなるかな、どうしたら売れるようになるかな、どうしたらもっと伝わるかな、その時にですね自分が上手いと思う人、プレゼンテーションすごいなと思う人の真似をする、これが一番の早道なんですね。二つ目はですね、その時に言語内容の習得で終わらずに音声声色、それから身体表情、ここにむしろ注力する。これは部下をトレーニングするときも一緒ですね。新人が入ってきて育てなきゃいけないとか、部下を売れる営業までしなきゃいけない、そうしたら言語内容だけを真似させてしまう、これは非常にもったいないんですよね。 7% しか進みません。音声声色、身体表情、ここにこそ注力すべきなんだ。3つ目はですね、ちょっとしたコツなんですけども、プロっぽい喋りってありますよね。素人臭い、プロっぽい、この違いはどこかと言いますと、実は結構語尾に現れるんですよね。素人臭い人っていうのは語尾が上がるんですよ。これからプレゼンテーションの話をしようと思うんですけど、結構語尾に現れますよね。プロっぽい人というのは語尾が下がるんですよね。これからプレゼンテーションの話をしようと思います。大事なポイントが一つあるんです。こんな風に語尾が下がるんですよね。なので皆さんが憧れるプレゼンテーション上手い人、この人を見つけて徹底的に真似る、これが成長の近道なんですよね。最後まとめです。表現力は分解して身につける、この言葉でまとめとしたいんですが、私自身新卒でコンサルティング会社に入って2年目の時にですね、自分の師匠となる人に会いまして、その人のプレゼンテーションがものすごかったんですよ。
その人がプレゼンテーションすると8000万とか1億とかの受注が決まるんですね。この人にコンサルティングをお願いしたいっていう風にですね、大手企業から中小のオーナーからことごとく受注を取っていってですね、非常に成果を上げていたその私の師匠がですね、プレゼンテーション、講師、研修がめちゃくちゃすごかったんですよね。初めてアシスタントとしてその人の研修を見た時にもう涙が止まらなくてですね、こんな研修をしたかった、こんな仕事をしたかったってなってですね、非常に感動したんですね。当時私はですね、まだ入社して2年目のペーペーでですね、その人はもうトップコンサルタントでしたから、その人の過去の映像をですね、ビデオで撮ってたりとか、議事録とか資料とか、そういうものを全部集めて研究したんですよ。それでなんで自分はこんなに感動するんだろうかっていうのをですね、分解してったんですね。それでその人がやった研修のシナリオ丸々をですね、全部書き出して、まず言語内容を調べますよね。で、音声声色、語尾が下がってるなとか、なぜ何のためにみたいなところにアクセントを置いてるなとか、そういう言い方をですね、そっくり真似したんですよ。で、身体表情もですね、マイクの持ち方から一生懸命真似してですね、これは完全に余談になってしまいますが、研修講師のマイクの持ち方っていうのがあるんですよ。プロの研修講師はこういうマイクの持ち方をするんですね。脇を締めて胸につける、マイクは立て、マイクが顔を被らないんですね。こうするとおかしいですね、顎のすぐ下に来るような立ち位置、このスタイルがプロっぽい研修講師だということを発見したんですね。このスタイルってアナウンサーもそうですよね。で、素人の人がよくやるのはカラオケのような持ち方なんですよ。こういうスタイルですね。このスタイルはすごく素人臭いですよね。こんな感じとか、本当にカラオケで歌ってるみたいな。プロの講師はこのように持つんですよね。こういうですね、マイクの持ち方から話し方、立ち振る舞い、表情、研修の中で誰かが発表したらその褒め方とか、そういったところをですね、徹底的に真似したんですよ。そうしたら何が起こったかっていうと、お客様からめちゃくちゃ評価されるようになったんですよね。受注も一気に増えて、社数が増えて、売り上げが上がって、その年のコンサルタントオブザイヤーという賞をいただいたんですよ。当時の私の会社300人ぐらい社員の方がいて、その中で最も活躍したコンサルタントということで年間表彰をしていただいたんですけども、それができたのは真似のおかげなんですよね。何億も稼いでる人がいるなら、その人を徹底的に真似るということ、それだけでコンサルタントとしての人生がガラッと変わったんですよね。表現力というのは分解して身につける、つまり獲得可能なスキルなわけですね。なので皆さんもですね、面白い話がしたいなと思ったら、面白い話をする芸人さんをですね、徹底的に真似る、話してる内容を書き出して、その順番通りに話して、その間の取り方、音声、声色、身体表情を真似る、そうやって分解すると獲得可能な技術なんだ、そんな風にぜひ捉えていただきたいと思います。さあ、次回の動画は成果をアピールする方法ということでですね、同じ成果を出しているのになかなか評価されない、評価されるプレゼントは何かということをお送りしたいと思います。最後に、チーム大学では組織やビジネスマンを対象に成果の相方やチームの作り方、ビジネスで役立つ書評などをお送りしております。チャンネル登録、ツイッターフォロー、いいねボタン、コメント、どうぞよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。